衝撃、ナンバーアンダーライン愛、紅白歌合戦初出場濃厚。デビュー一年で成し遂げた奇跡。ナンバーアンダーライン愛、紅白でスノーマンと共演なるか。ジャニーズ事務所解体後の関係性とは。2023年10月15日、ナンバーアンダーライン愛が結成から一周年を迎えた。この日、SNS では早朝から、ナンバーアンダーライン愛結成一周年。 といった関連ワードがトレンド入りし、彼らの躍進が改めて話題を呼んだ。彼らの音楽活動は、すでに多くのファンを魅了しており、その影響力は国内外に広がっている。特に今年の活躍は目覚ましく、大みそかに放送される、第75回 NHK 紅白歌合戦への出場も濃厚だと報じられており、さらなる注目を集めている。n o ー,ーライン e I は、 元ジャニーズ事務所に所属していた人気グループキングプリンスのメンバーである平野紫耀、27神宮寺裕太、26岩ン裕太、29の3人が2023年5月にグループを脱退し、ジャニーズ事務所からも独立して新たに結成されたグループである。特に岸は2023年9月末まで事務所に残っていたが、その後3人での活動が本格化した。彼らは滝沢秀明氏が設立したエンターテインメント会社、トベで再スタートを切り、 10月15日に正式にナンバーアンダーラインアイとしての活動を開始した。彼らのデビュー曲、GOT は、2024年1月1日に YouTube で公開され、瞬く間に人気を博した。この公式ミュージックビデオは、10月15日の時点で再生数が7582万回を超えており、彼らの楽曲がどれだけ多くの人々に支持されているかを示している。また、8月19日にはサードシングル、 INZM を配信限定でリリースし、オリコン週間デジタルシングルランキングで初週1位を獲得した。この成功は、彼らの音楽活動がデジタル分野でも大きな支持を得ていることを物語っている。さらに、9月23日には初の CD アルバム、n o ア i をリリースし、これもファンからの熱烈な支持を受けている。アルバムは渡辺オンラインストア限定で発売され、一般的な CD リリースの形式ではなくとも、 その人気は衰えることなく続いている。ナンバーアンダーラインアイの目標は海外進出であり、彼らはすでに2024年4月にアメリカのカリフォルニア州で開催された世界最大級の野外音楽フェス、コーチェランに出演し、その夢を実現している。結成から1年足らずでこれほどの成果を上げたことは、音楽業界内外からも高く評価されている。特に注目されたのが、10月13日に愛知県で開催された ワイヤードミュージックフェスティバル一重引用婦24でのパフォーマンスだ。この音楽フェスティバルは、国内外のヒップホップアーティストが集まる大規模なイベントであり、ナンバーアンダーラインアイはスペシャルゲストとして参加した。愛知県は平野省の出身地であり、地元での公演ということで、外旋公演として大きな話題を集めた。彼らは、特に、ナンバーズという楽曲を披露し、 この曲には平野の名古屋への愛が込められていることがファンにも伝わり、大きな反響を呼んだ。こうした彼らの活動は、ファンだけでなく多くの著名人からも注目されている。10月14日には、女優の佐々木希が自身の YouTube チャンネルで、好きな歌手としてナンバーアンダーライン愛の名前を挙げ、ファンにとっても嬉しいニュースが続いた。佐々木は彼らの音楽を高く評価しており、彼らのファンの一人であることを明かしている。 このように、芸能界からの支持も増え続けており、今後の活動がさらに期待されている。そして、ナンバーアンダーラインアイが大みそかに放送される、紅白歌合戦に出場するという報道がファンの間で話題になっている。紅白歌合戦は、例年その年に最も活躍したアーティストを選出する場であり、ナンバーア,ンダーライ,ンアイがリストアップされているとの情報は、 彼らが今年の音楽シーンを象徴する存在であることを示している。また、彼らがテレビ初出演を果たしたのは NHK の音楽番組「ベニュー1 0 1であり、同番組のプロデューサーが今年の「紅白」の責任者であることも報じられている。この関係性からも、彼らの出場はかなりの確率で実現するのではないかと見られている。SNS 上では、ファンからも今年の活躍を考えれば、 選出されなかったらおかしいデビューの年を締めくくるにふさわしい舞台といった期待の声が多数寄せられている。一方で、ナンバーアンダーライン愛にとって、「紅白」出場は、彼らの活動の一つの区切りとも言えるだろう。デビューからわずか1年でここまでの躍進を遂げた彼らにとって、大みそかの「紅白」は重要なステージとなるに違いない。また、紅白では彼らの古巣であるジャニーズ事務所の後継企業、 スタート者のタレントとの共演の可能性も取り沙汰されている。ジャニーズ事務所は2023年9月に解体され、その後スタート者が設立されたが、NHK はジャニー北川氏の性加害問題を受け、ジャニーズ関連タレントの出演を一時的に制限していた。しかし、スポーツニッポンは、早ければ10月中にもその出演制限が解除され、スノーマンやキングプリンスといった人気グループが再び、 紅白に登場するるる可能性があると報じている昨年の「紅白」は視聴率が過去最低を記録しており、NHK としても今年は特に出場アーティストの選定に力を入れている。スタート者からは、スノーマンが最も注目されているが、昨年の大晦日には YouTube で性配信を行い、日本歴代1位となる同時接続数を記録している。この成功を受け、彼らは、 紅白での出演よりも自主的な企画に力を入れる方針であると報じられており、出場に対しては慎重な姿勢を見せている。そのため、スタート社と NHK の間での交渉は続いており、SnowMan の出場が難しい場合、SixTONES やキングプリンスの出演が打診される可能性が高いとされている。特にキングプリンスは現在、長瀬廉25と高橋海と25の2人体制で活動しており、 彼らとナンバーアンダーライン愛の共演が実現するのかも大きな注目点となっている。キングプリンスから脱退したナンバーアンダーライン愛のメンバーと、現在のキングプリンスの2人は、かつて同じグループで活動していただけに、その共演が実現すれば大きな話題を呼ぶことは間違いない。これまで、両グループは同じ音楽番組に出演したことがあるが、同じ画面に映ったことはない。だが、メンバー間には遺婚はなく、 長瀬や高橋がバラエティ番組で5人時代の LINE グループがまだ存在していることを明かしていることからも、共演は十分に可能性があると見られている。ファンの中には、彼らが同じステージに立つことを望む声も多いが、一方で、脱退してまだ1年半しか経っていないため、共演は時期尚早だという意見もある。また、脱退後のそれぞれの道を尊重し、今は別々に活動する方が良いと考えるファンも多い。 紅白という大舞台での共演は確かに大きなインパクトを持つがまだそのタイミングは慎重に考えるべきだろうという見方も根強い実際芸能界や音楽業界ではグループの再会や共演が感動的な瞬間を生み出すことが多いものの過去の関係が鮮明なほどそのタイミングや形には細心の注意が払われるべきだという声が上がることもある ナンバー・アンダーライン・愛とキング・プリンスのメンバーが同じステージに立つことになれば、メディアやファンだけでなく、彼ら自身にとっても感情的な瞬間となるだろう。一方で、ナンバー・アンダーライン・愛自身の活動に焦点を当てれば、彼らは独自の道を歩み続けている。デビューから1年足らずでこれほどの成果を上げた背景には、音楽的な挑戦だけでなく、彼らが持つ強い結束力がある。 元ジャニーズ事務所所属のアーティストたちは、それぞれが独立後に新たな道を模索しており、ナンバーアンダーライン愛もまた例外ではない。彼らは、キング・プリンス時代の経験を生かしつつも、新しい音楽やパフォーマンスのスタイルを追求しており、それがファンや業界関係者にとって新鮮に映っている。彼らが、ト米ンに所属してからの活動は、より自由度の高いものとなっており、その中で生まれた作品やパフォーマンスは、 以前の彼らとは一線を画すものだ。滝沢秀明氏が主導する、都米は、彼らのクリエイティブなビジョンを尊重し、メンバー一人一人が個性を発揮できる環境を提供している。これにより、ナンバーアンダーライン愛は新しい音楽の表現方法やスタイルを模索し続けており、その結果として生まれた楽曲やライブは、従来のジャニーズの枠を超えたものとなっている。彼らの音楽の特徴として挙げられるのは、 現代的なトラックメイキングと深いリリック、そして圧倒的なパフォーマンス力だ。ゴートや INZM といった楽曲は、これまでのアイドルソングの枠を超え、よりアーティスティックでエッジの効いたサウンドを特徴としており、そのスタイルは海外のトレンドとも共鳴している。彼らは、単に音楽を提供するだけでなく、楽曲に込められたメッセージ性や、彼ら自身の内面を反映させた歌詞でファンとの深いつながりを築いている。 これまでのアイドル活動ではあまり見られなかった、自己表現の自由度やアーティストとしての成長が、ナンバーアンダーライン愛の魅力の一つとなっている。特に、岸優太の歌唱力やダンススキル、平野翔の圧倒的なカリスマ性、そして神宮寺ユ太のバランス感覚が、グループ全体のパフォーマンスを支えている。個々の才能が最大限に引き出される中で、3人のケミストリーが独自の色を放っていることが、 彼らの大きな強みと言える。